はい時刻は夜7時を回りました皆さんこんばんは日田健こと塩法書士の日高健一です、えー、今夜も皆様が聞いて得する様々な知識をお届けします30分間どうぞお付き合いくださいはい、えー、今日はですねまず先日行われました、えー、沖縄のですね県議官議員の選挙 ありましたね、えーまあ、結果は皆さん知ってると思うんですけども尾長知事率いるです、ね、オール沖縄の方があ、まあえー、強さを見せたというところなんですけども、まあ、結果もそうなんですけどもおこういうです、ね、地方国じゃなくて地方をですね、えー、沖縄県の議員さんを選ぶもしくは市町村の議員さんを選ぶことに関してはあこの沖縄県民があ 選んでいくとつまりですね、えー、あの地方の政治っていうのはあ民主主義の小学校と言われることがあるんですよお民主主義の小学校民主主義って何かっていうとですねそもそもお民主主義というのは自分のことはあ自分で決めるという自分たちのお県の政治については自分たちが決めるということをおまあ民主主義というわけなんですけども別の言い方するとお 国民主権主権義と思いますね国民、まあ、県民ですね国民民と県民が自分たちのことは自分たちが主権者なので自分たちが決めるということなんですけどもそれで、あのー、県議会議員の選挙っていうのは自分たちが直接、まあ、一つ一つ、あのー、基地の問題であったとしてもお、まあ、保育園のことだったと。 としてもです、ねえー、いろいろ貧困の問題に関してもいろいろ決めることはあるはずなんですけども、えー、とこういったことをですねいちいち全員が決めるということがいちいち一つ一つみんなが決めるということは事実上無理なので、えー、自分たちを代表する人たちに決めてもらおう自分たちを自分たちが自分たちの代表者があそのあ 自分たちの政治についいてて決めてもらうということとこなんですねでそういうことなので自分たちの代表者をどうやって決めるのかっていうのは選挙で決めるというのがルールですね。でこの選挙があ、えー、昨日行われて、えー、自分たちが選んだ代表者によって今後沖縄県の政治を担っていってもらうということですね。えー、ここでですね僕が一番伝えたいことはあ選挙。 あの県の政治で、で国の政治でも市町村の政治でもそうなんですけどそれぞれの市民がですね関心を持つことが一番大事ですねえ関心を持って、えー、決める自由、決めない自由と選ぶ自由っていうのが選ばない自由っていうのもあるんですけども関心を持ってですねやっぱりアクションを起こすことが一番大事だと思います、えー、逆に言うとですね別の言い方をすると無関心が一番良くないつまり投票に行かないとかですね、えー、どうせ自分が投票しても何の影響もないからとか関心がない ないからという態度はまあ、一番良くないのかなと僕は思っています、えー、昨日の選挙戦の結果を踏まえてまた次ですね参議院選挙え国のですね国の政治については衆議院と参議院と2つ委員がありますけれども日本の政治は日本のあの国会の体制は任意制で衆議院と衆参両院制度になっていますそれでですね一員たるですね参議院の 選挙がまた控えていますのでその際もですねぜひ皆さんが関心を持って一人一人選挙会場投票箱 の前に行ってですね自分たちの政治、自分たちの未来、自分たちの意思、自分たちの代表者を自分たちで選んでいくということにしていきたいと思います。はいこの番組では私、日田県に聞いてみたい法律問題、トラブル、その他応援メッセージなどを随時募集しております。メールアドレスは 797-FMGNO1。com。Com ですまた、FMGNO1 のホームページでは、ユーストリームやツイキャスで 映像と音声も配信していますのでそちらも合わせてお楽しみくださいさあ行きましょう「鷹志郎書士法人プレゼン」教えて飛騨県先生スタートです。 はいえー、今日もですね先週に引き続きちょっとですね、えー、僕は我々ちょっと興味あるですねえー、隣国っていうか一番近い国である台湾の話を、えー、台湾に超詳しい <laughs>、えー、ヒロッキーにいろいろ聞いていきたいかなと思うんですけど、はい、そうなんです失礼し,しますはいじゃあ僕やっぱ台湾とっても興味あってあはいはいあ,、はいはい、ありがとうございますあであと、ね、台湾でなんか、ねはい、いろいろ調べたりするこう、はいう、はいはい、っていうのは高い高いいうって書いてるところがあるけど高尾ですか高尾っいうの顔、はい っていう場所があります台湾で第2の都市ですね、で<ー>アジアでも有数の港港で輸出額、うん、貿易の,この輸出額、輸出入額、このやり取りっていうのが、アジアでもかなり上の港なんですよ、<ー>高尾。もともの。はい、いいって言いますういうい元々は、うん、あの台湾人台湾人というか、原住民の人が日本統治の時に、ターカオ、ターカオって言ってたんですよ。 <で>ターカをタ,、うん、ターカオって言って,てそれを日本人が「高い」っていう感じに「お」っていう、うん、オスの「オっていうやって「うん、タカオっていう漢字を当てて、うん、っていうふうな感じですねああそうなんだはい港町なんだ、ね、はい港町ですねああ池とかもあるのかなそうですねアイガっていうアイハーっていうところがあってそこが有名なんですよ大きい港が港っていうか川があってうんだ。 うん第二の年第一の年は台北。台北ですね。はい。台北、日本でいうとじゃ大阪みたいなもんなのか。そうですね。ちょっと違うかな。あでも似た感じかもしれないですね。はい。あそうなんだ。はい。高尾まではその高速鉄道が走っているので、う一時間半とか最速で行けるようになりました空港から、台北から。ええ、そうです。台北から、台北駅から一時間半ぐらいで。高速鉄道が。高速鉄道。はい。なんか。 台湾って特殊なというかあの高速鉄道、はい、高速鉄道、はい、MTR ていうのが ?MRT ですね、はいあの、台北市内を走ってるのがあるんですけど地下鉄とモノレールが合体したものみたいな。みたいな感じですね、あとその新交通システムって日本で言われるゆりかもめとかみたいな、新橋にある、はい、みたいな感じのものもついてたりとか<ー>っていうふうな。 おお、一時間半ぐらい。らえっと、それは台北市内しか走ってないので。はい、あの台北駅があるので。うん、台北駅から地下鉄、うん、じゃなくて、高速鉄道に乗って、一時間半で、うん。あ、そうなんだ。はい、行けますあ。あの、そもそもなんだけど。はい お金とかってど,、はい、どこで交換するのえっとです、ね、これ一番メ,メジャーなのが例えば沖縄だったら那覇空港で両替する方法と空港で両替する方法があるんですよ。でよくおすす,めおすすめっていうかそのやっぱり日本人は心配だからって言って日本の空港でやるんですけどあまり日本の空港で両替するのはおすすめできないんですよ。なんでその両替する手数料が高いので。 もちろん冷凍のやり取りで日本が有利だったりとかっていうのもあるんですけどそもそも手数料が高いので日本で両替していくと結構損するんですよなのでやるんだったら現地なんですけどで現地だったら30元ぐらいなんで約100円程度であの手数料なんですけど日本だと300円ぐらいかかっちゃうのでなので現地でやったほうがおすすめなんですけどさらにまたお得な方法があって現地の銀行がいくつかあるんですよ 現地の銀行台湾銀行とか、うん、中国銀行とかいろいろあるんですけどその銀行で両替する方が一番安いんですよちょっと僕も今手元に資料ないんですけども銀行で両替はい、ね、銀行ではいこう僕の調,調べによると、はい、台湾三越百貨店がいいんじゃないかって感じああ三越の中 <laughs> あんまりどうああです僕もまた三越の中で買えたことないんですけどあああれかな例えば日本でもはい竜銀でも お金両替できるけどキャッシングできるけどメインプレイスの中でもキャッシングできたりするんじゃないかなっ感じかもしれないですけど手数料っと高いじゃないそうですね高いいと思ます銀行でも手数料が高いところは高いんですけど一番僕が見た中で良かったのが国っていう感じにタイとかのタイに世界のせい 国体世界銀行って漢字で書いて読むところがあるんですけどそっあの木のマークで黄色い看板なんですけどそこが確かあのほぼ手数料がかからないぐらい安くて返還の,のレートも良かった気がしますそういうのも経験だよね行ってみてあそこでやってだたけどよかれあここだなと思ってやったんだけど。 まあこれ探してるだけでも1日終わったらもったいないから、ね、あそうですね。はい、まあ事前にある程度調べるんだろうけどなのでそのレートのいい銀行みたいな感じ、うん、台湾レート銀行とかっていう,ような感じで調べていけば安い<ー>安いっていうか、まあ、その一番そのいい変換率で両替<ー>、はい、できると思うのであ,そうなんだあとね、はとで僕はあのた日本語しか喋れないんだけど、はいあの 向こう可能性としては中国語日本語英語じゃないそうですねはいで中国語でもいろいろあるはい、はい、あるっていうかはいでしれなくても一応なんとかどうにかいけるのかなそうですね全く喋れなくてもなんとかやっていけるかなと一人で行く人いるじゃない、はいはいはい、僕も最初一人で行きましたツアーなしではいツアーなしで自分で安い航空券取って<ー>でこのなんだろう バックパッカーとか泊まるようなゲストハウス、うんうん、取っていきましたもちろん現地に友達がいたんで友達と待ち合わせして案内してもらったりはしたんですけども台湾人の友達がいたっていうのもあるんですけどそれ以外のところでは一人で行動したりとかもしました<ー>もちろん中国語そ,そんなにってかも喋れないに当たるんですけど喋れないですけど大丈夫です、うん、あっ大,、ねはい、大丈夫ですじゃ台湾ただ僕のの場合多少の 英語多少の英語、ちょっとその日常会話っていうかぐらいの聞くぐらいはできたので、わからなくなったらそのサービスカウンターの人に英語で聞いてました。ああ。なるほど。逆にさ <はい S 1> あのアメリカ人が言ったらどうなの？英語だったら結構サービスカウンターとか英語通じますよ。あと、台湾の人多分、日本人よりも大学とか大学生とかに大学行く進学率も高いですし。なので、英語喋れる人は結構いるんですよ。うん。 ある程度の若い人だったら英語できる人が結構いるのでもし窓口とかで英語でしゃべれば必ずって言ってるほどある程度の英語しゃべれる方が出てくるのでおああなるほどね、はい、英語ねそっかじゃあ日本語だけでもいけるし日本語だけでも<国>はいで高齢の方だと日本語しゃべれる方がいらっしゃるので<ー>とかたまになんだろう あのその英語でやってたりしてても日本人って分かった途端にちょっと簡単な日本語でこれ暑い気をつけてとかありがとういくらとかって簡単な日本語で喋りかけてくれるので向こうも日本人多いので簡単な日本語ぐらいは喋れるのでそうかあじ僕らもここで中国人やったらシェイシェイとか言うよう、ね、<ー>な感じなはい、はい、よりもうちょっと単語わかるっていう,うな感じですね。 そっか向こうで日本人ってすぐ分かるもんなのかなあでもパッと見わ分からないんよパッと見は分かんないんですけど、あのー、台湾の友達に日本人とかその何人か分かるって聞いたら格好で分かるって言ってましたあし台湾の女性はあんまりメイクしないんですよ薄メイクだけど日本人はバッチリメイクして着飾るじゃないですかだからそういう見た目で多少あ日本人だなみたいなのは分かるみたいです はい男性も多分顔つきとかで若干わかるかもしれないですね。台湾の人って、はい、あとさ台湾の人ってなんか人柄がいいんじゃない？はい、あいいですはい。そうだよね。はい。うちなんちジュルいいよね。そうですね僕はいいかなと思います。ああとよく思うなんか、はい、逆にうんそうま逆にっていうか、はい、他の人たちがあんまりこういろんなあんまりまあそれ言ったらあれだけど台湾の人はいはい、はい、いいのかなと。はいはい。 思うね。ははい、はい,はい、はい、台湾まあそんな感じで台湾の話もき,きあのしてきたんですけども、はい、えっとですねここで歌あ,あのちょっとはい、はい、行きたいんだけどもはい、はい、このなんていうのかな日本であれを聞きたいのよ日本で有名な人、はい、有名な歌がゆ、はい、歌流行ってる歌が、はい、台湾でなんか。 流れるる現地の、あ,あ、はい、現地の言葉でってことですよね。それで、なんか、この前、ここでなんかゲストで。そうですね。先週、僕が昼の番組でゲストに呼んだ。千田愛紗さんという宜野湾市出身の、方がいて。うちなんちゅうじゃない。純粋のうちなんちゅう。宜野湾市、宜野湾市出身で。で、で,で、その彼女は、もう台湾に行って、で、だ、マウス、だ、ツえ、パーっていう。 グループに所属してるんですけど、うん、そのグループが日本で言うともう「あのー、紅白歌合戦」とか<ー>日本のレコード大賞ぐらいのレベルの方で<ー>台湾だと若い人だったら絶対知ってるって言っても過言ではないグループにいて AKB みたいな AKB みたいな感じでただ局長がヒップホップとかラップなので、うんうん、またちょっとジャンルは違うんですけどちょっとダンス踊りながらヒップホップ歌ったりとかするグループなので。 若い方に結構人気ですねで<ー>アジア各地の中国語圏でやってるのでシンガポールとか中国大陸でも活躍してるのではい、はい、中国人の人に聞いても多分分かるかと思います<ー>その先代アイささんがいるグループダーツェパーが、うん、あの青山テルマさんのそばにいるねって一時期<へ>日本で払ったのを中国語バージョンで歌ってるやつがはい。 青山テルマさんのそばにいるね。はい。お<ー>、て聞てみたい、ね。はいはい、じゃあそれお願いします。じゃおかけします。 はい、えー、時刻はあ19時21分を回ったところです、えー、今日はですは、ね、皆様から寄せられた、まあ、本来であれば相談にメールとか、あのー、お答えしているところではあるんですけれどもちょっと時間がないので引き続き台湾の話をちょっとして、えー、と次回以降、ね、はい、あのまたやっていきたいと思うんですけど台湾、はいな、食事なんだけどはい、はい、食事ちょっと聞きたいんだけど。 天津とかヤムチャとかあ<ー>なんか、はい、あのけなんか似てるん、ね、でえと天津ヤムチャは香港なんですけど天津ヤムチャは香港多分香港ですヤムチャとか香港ですね<ー>、はい、天津ヤムチャは香港なんだ、はい、台湾だと台湾はそうですいろんな種類があってそのいわゆる中華みたいなのを出す<ー>いいお店とかもありますしもう庶民的な台湾料理を出すような ところもあって台湾で一番有名もう台湾って言ったらこれっていうのは僕的にはルーローファンっていうルーローファンっていうやつがあって鶏肉鶏肉じゃないな、ね、豚肉を刻んで甘辛いタレにかけてご飯にかけるやつがあるんですけどそれがもうお店によって味がいろいろ違うんですよ。あーーはいへこのルーローファンはもう台湾に行ったら絶対食べてほしいなと思ってーーは,はい。 種類も本当にいろいろあって甘辛いやつなんですけど肉が大きいお店とかそぼろみたいなお店とかいろいろ種類があってでお店ごとにも味が違いますしどのお店行ってもちょっと違うかなって近いので言うとなんだっけ僕らが知ってるので言うとそれはルーロファンはあの角煮丼みたいな角煮丼みたいな感じなんですけどちょっと味は違うんですけど調味料の関係でちょっと味は違うんですけどに近い 味ですね、<ー>角煮丼みたいな味。味先週のウィンウィンかな、はい、なんかウィンウィンで、はい、やってましたね、ヤンさんの店みたいなの、ね。そう,そうそうそう、はい、台湾の。あれでも出てましたね。ルーロー,ー。だよね。はい、ただよね。はい、あれで見たのかな。はい、あの本場も。 な沖縄の台湾料理屋さん行ったらほぼって言ってほどこのルーローファンはあるのでルー,ンンルーローファンはいルーローファンルーローファンはい <laughs> 日本語的に言うとルーローファンですね角煮丼みたいな味、ね、ちょっと沖縄に近いではあるね、はい、沖縄に近いではありますあでヤムチ茶とかやむ茶天津とかヤムチ茶とかあの辺はもう香港系だそうです、ね、小籠包とかも大体なんかああいう系統じゃないですですけど小籠包は台湾有名なんですよ小籠包は台湾なんだ有名ですはい 一番有名なお店がティンタイフォンっていう日本人が必ず行くお店なんですけど先週も行ったと思うんですけど僕のおすすめは電水路っていうお店がおすすめです、はい、ちょっと行く前にもう一回ちょっと復習してメモしていくつかありますので。 わかりましたありがとうございますはいそろそろお時間です、はい、実際に日田県に相談してみたいという方はぜひ一度事務所の方までお問い合わせください、えー、場所は宜野湾市大蛇ゃのモスバーガー裏レキオススクエア内泊の2階になります 1>, 1階はですね au さん琉球銀行大蛇ゃなし店さんが入あるのですぐ分かると思います電話番号は09891749050989174905です、えー、相談はですね無料となっておりますので、えー、ぜひ、えー、気軽にですね、えー、相談してみてはどうでしょうかはいドント r r リービーハッピー安心というキーワードに向けて日高司法書士法人プレゼンツ教えて日田健先生お相手は日田健こと日田健一と FM ギドナスタ冬並みねでした。See you next week! Bye bye! bye, bye.